東日本大震災で巨大な津波が福島第一原発を襲った瞬間の映像が初めて公開されました。津波の高さは15メートルに及んでいました。これが東京電力が先ほど公開した津波が発電所の敷地に打ち付け、吹き上がる様子を映した映像です。敷地内の展望台から作業員が携帯電話で撮影しました。波が上がっているのは、 発電所南側の斜面ということです。この津波で、1号機から6号機の原子炉建屋やタービン建屋など、海側のほぼ全域が浸水したということです。津波が襲った後の原子炉建屋周辺の写真も公開されました。津波の高さが想定していた5.7メートルを上回り、建物を次々に襲った様子がうかがえます。また、壁の跡から、 津波は高いところで14メートルから15メートルに及び、原子炉建屋の周りは4メートルから5メートル浸水したことも分かりました。さらに、先月29日に撮影された事務所内の様子も公開されました。天井が剥がれ落ち、ガラスも散乱しています。事務所内のひどく壊れている様子も分かりました。